はい、朝ドラおしんの登場人物の松田先生について、今の時代松田先生みたいなことをする人っていうかしようと思ってもできない、まあそのあらすじちゃんと言えって感じですけども、言った方がいいのか、あのおしんが興味持って、学校風景窓の外でこう見ていたと。そしたらその松田先生がね、私も奉公しながら学校行って、まあ、教員にまでなれたみたいなことを言って、で奉公先に学校ね行かせてやってくださいって、でそれで子守奉公って言うと、あれたけしけんちゃんちょっと忘れたけど赤ちゃん連れて行くようになったんですよね。でであとですね、まあそのおしんが、まあ、だけどまあ最後ね、今辞めるようになっちゃったじゃないですか。でそれ最初のうちは生徒もみんな協力するようにとか言って、はーいっていうのがあった。で順番どっちか忘れましたけども、そのたけしたけるまあ男の子の赤ちゃんですよね。それがまあうんちしてそれが屈折っていうふうにまあねガキ大将に言われて、でそれが先なのかそれともまあね、お昼ご飯がないから、まあ、給食っていうのがなかったのかな、まあ奉公人が学校なんて生意気なとかっていう、まあ、そのしつけ係の常さんがね、じゃ罰としてね、もう学校に行く罰としてお昼抜きで、そしたら松田先生がお昼をね、でその今の時代だと学校の先生が子供に とかってそういうのまあしな、多分その規則でダメって なると思うんですよね。でなんか学校が舞台のドラマといえば赤毛のアンでもなんか一番最初男の先生が教えてて、で上級生の女の子にちょっと色目使ってたとか、なんか昔はそういうことしてよかったのかもしれないですけど、今はそういうのすっごい厳しいと思うんですよね。でまあそのね松田先生の親切がね、まあ、あだになってしまったと、その先生からお昼もらってんだろうみたいに言われたりね、でそれが周りの生徒に分かったのが先なのか、それともたける、たかし、坊ちゃんがおしめにうんちをしてしまったのか、どっちが先なのかちょっと忘れましたけども、まあ、もし、まあ、私もねたらればのもしってちょっと思うんですけども、窓の外から覗く分ならいいからみたいに、でそれでもし松田先生が奉公先に行かなかったら、例えば午前中学校の窓の下窓の横で様子見て、でお昼はまああるわけですよね、その奉公先で。その常さん知らないから、おう午前中どこ行ってたんだとかって時に、どこそこ行って、神社の境内行ってましたみたいにね、神社の境内とか、男女のデートみたいな回答ですけど、で、まあ、そうに言ってみたりとか、で、お昼食べてまた学校に戻ってとか、そういう風にしてた方が良かったのかなみたいにね、まあ、一応物語上、もうこれでもかこれでもかと不幸が襲ってくる。で、それの、まあ、てんこ盛りっていう意味合いで、まあ、その同級生たちから、まあ、いじめさえなまれるっていう、そういうのを、まあ、描かなくちゃいけないような、まあ、そういう脚本のっていうかね、そういうことだとは思うんですけども、松田先生のその親切と、あと番ちゃんの50銭銀貨、あれがね、まあ、皮肉といえば皮肉というかね、まあ、文学の世界では皮肉っていうのを扱った作品がすっごく多いって、まあ、聞いたことがあったんでね、まあ、しょうがないのかなって思いましたね。はい、では以上です。ありがとうございました。